方園座会席高床式倉庫、方園座会席、方園座会席の位置、方園座会席は、大阪府大阪市中央区大手前にある、古墳時代の遺跡。国の史跡に指定されている。倉庫群跡の表示を大阪市中心部、上町第一北端の南馬旧跡北西部に位置する、古墳時代の大倉庫群跡である。上町第一北端では、南馬宮以前の建物以降、 約200棟が検出されており、本遺跡もそうした南馬宮下総遺跡の一つになる。1987年からの旧大阪市中央体育館跡地での発掘調査で発見され、現在は大阪歴史博物館 NHK 大阪放送局の敷地内に位置する。遺跡内では建物遺構として掘ったて柱の大型高い床式倉庫が計16棟を検出されている。 この倉庫16棟は東西2群に分かれるが、いずれも西方くらいの真東西に並ぶという古墳時代の建物としては例のない配置になる。倉庫各棟は画一的な東西約10メートル、南北約9メートルの規模で、現在はそのうち1棟が推定復元されている。この方円座解析は古墳時代中期の5世紀前半頃の映像と推定され、 古墳時代としては、最大規模の倉庫群になる。南馬では、古墳時代中期から、南馬群まで絶え間なく、建物が映像されるが、本遺跡はその起源的位置づけにある。法縁坂遺跡の北方では、王権の手による南馬堀江改削となにわず設置が、知られており、本遺跡もそれらと関連する、王権直轄の倉庫群と推測され、文献上に見える。 南波三宅に否定する説もある。ただし発掘調査によれば、倉庫群は継続することなく廃絶したとされ、その後の南波は一度小規模化した後6世紀頃から、再び規模を拡大することとなる。方円坂遺跡の範囲は2001年に国の史跡に指定されている。なお、同様の古墳時代の大倉庫群としては、鳴滝遺跡なども知られる。ありがとうございます。